中国の若者の間で人気のある動画配信サイトが上海で大規模なイベントを開きました。中国の若者たちを虜にする三冠を取材しました。大にぎわいのイベントなんですが、中でも注目を浴びているのがこちら、中国語で3つの落とし穴を表す三冠エリアなんです。ライブイベントは中国の動画配信サイトビリビリが3日間にわたって開催し、限定15万枚のチケットは短期間で完売しました。上海でのイベントは大勢の若者で埋め尽くされ、特に日本のコスプレに人気が集まりました。特に注目されたのは日本の女子高校生、ロリータファッション、そして中国の伝統衣装の漢服の3つをテーマにした三冠エリアでした。中国語で3つの落とし穴を示す三冠という言葉には、一度好きになると抜けられないという意味があり、最近ではマニアだけでなく中国の若者の間でも広く支持されています。中国のネット動画市場は若者の流行や人気を巧みに捉える戦略から急成長を続けていて、ビリビリの四半期の営業収入は前年比7割増のおよそ660億円となっています。